今月11日に供用開始となった京急蒲田西口駅前地区。それに先立ち、先月28日にはその再開発事業の関係者などを集めて内覧会が開催されました。内覧会では新しく整備された駅前広場やペデストリアンデッキをはじめ、京急蒲田駅のランドマークとなる複合ビルの内部も見学。生まれ変わった駅前地区の姿に参加者の皆さんも感慨深げな様子です。この度整備が完了した京急蒲田西口駅前広場には、まず駅前に集中するバスやタクシーの流れをスムーズにするため、広さおよそ3400平方メートルの交通広場が整備されました。その上をまたぐように設置されたこちらのペデストリアンデッキ、京急蒲田駅の2階の改札と駅に隣接する複合ビルを結ぶこのペデストリアンデッキは、広さおよそ1000平方メートルとゆったりとした作りで、京急蒲田駅と複合ビル、さらにその先にあるアスト商店街をつなぎます。商店街側のデッキにはエスカレーターが設置されているほか、そのすぐ脇にはエレベーターも完備。車椅子やベビーカーでの移動もスムーズにできるようになりました。またこちらの複合ビルは地下1階、地上20階建て、4階以上が共同住宅となっているこのビルですが、地下1階から地上3階には飲食店やスーパーマーケットなどの商業施設が入居し、今月11日から一部店舗を除いて営業を開始しています。大変ね、私が想像していた以上に素晴らしいものができたと。商店街は共存共栄できるような方向にぜひ持ってきたいというふうに思って、地域の皆様がみんな待ちに待って出来上がったので、皆さんも楽しみにしていると思います。多くの人に来てもらいたい京急蒲田、賑わいの街になるのが楽しみに思ってます。工事開始からおよそ2年、準備期間を含めると18年がかりとなったこの再開発事業は、京急線高架化への地元の機運が高まったことがきっかけでした。京急線の高架化によって新しくなる京急蒲田駅、一方駅前地区はというと、当時は道幅が狭い上に小規模な建物が密集し、その多くが老朽化を迎えていました。こうした問題を解消し、高架化によって新しくなる駅にふさわしく快適で利便性の高い駅前地区を作っていこう、そうした考えのもと、京浜蒲田町会、京浜蒲田商店街協同組合、柳通りむつみ会など地元を代表する方たちが中心となって、京急蒲田西口地区まちづくり研究会を発足。区民主体のまちづくりがスタートしました。再開発事業ではこのまちづくり研究会が中心となり、関係各所と協議を進めながら再開発プランが練られました。再開発の対象となったのは京急蒲田西口地区のご覧のエリア、区内でも有数の商業地域であり、交通の利便性も高いこの地区をどうリニューアルさせるか何度も議論が交わされました。まずですね、再開発自体が大田区で初めての事業なんですね。そして駅前にペデストリアンデッキができたと、これもまた大田区で初めての経験ということで、まあ、蒲田のシンボルとなるようなアストデッキになればいいなと思っております。こうして出来上がった駅前再開発プラン、平成23年再開発組合の設立認可により、いよいよ大田区初となる区民主体の大規模な再開発事業がスタート。平成24年には京急線の全線高架化が実現し、翌25年ついに工事着工となりました。地域住民の皆様は街づくりの構想段階から主体的に携わっていただきまして、その当時の街の課題ですとか、街の将来のあるべき姿なんかについて一生懸命考えていただきました。また街づくり事業を進めるにあたっての各ポイントでですね、様々な判断をしていただいて現在に至っています。
地域の皆様が自分たちで街づくりを進めるんだという気持ちを持ってたことが大きいかと思います。そのような気持ちを持つことによりまして、より積極的に街づくりに関わることができまして、その中で様々な工夫や決断なんかができたのかと思います。工事が始まってからも再開発事業がスムーズに進むよう協力してきた町の皆さん、今後の京急蒲田地区の活性化に期待を寄せています。駅前広場だけではなく、この町の良さをよく知っていただきて、住みよい町にしていきたいと思ってます。それと、若い方たちが大勢来ていただいて、できれば持続的に、長くこの町にいていただいて、住んでいただければ、この町の良さはもっとよく分かりますので、ぜひ皆さんに、来ていただきたいとかように思ってます。